タマさんです。本日も独身の日に買ったルービックキューブ、マジックキューブシリーズの、何かが届きました。それでは、早速開封したいと思います。開封前に、この業者から2つしか購入してないはずなんですけれども、なぜか3つですね、書いてあります。一体何が入っているのかっていうのが、気になるところであるんですけれども、ここにテーザって書かれてるんで、おそらくですね、ただのスタンドだとは思うんですけれども、早速開封していただきたい、いきたいと思います。いつものように開けます。はい、開きました。で、中を見てみましょう。2つですね。で、まあ、案の定おまけに1個スタンドがついてます。で、今回購入したこの2つ、ファンシーっていうところの、リムキューブシリーズです。以前ですね、リムキューブ購入しまして、ステッカータイプのやつ、ここら辺に出てるやつなんですけれども、購入したんですけれども、ボロボロにステッカーが剥がれてしまって、あまり楽しく遊べないっていうのがあったんですけど、なぜ今回またこれを購入したかっていうと、ちょっと前から気になってるものが、あったんですけども、いろんなところで売り切り始めてて、今買っとかないとダメかなって思って購入しました。はい。軽い感じなんですけど、これピラミンクスって言えばピラミンクスなのかもしれないですけども、普通に、こんな感じで、回るだけですね。これをどうやって遊ぶのかはちょっとよくわかんないんですけども、買ってから考えるっていうのもあれなんですが、形が変わるっていうのを聞いてたんで、多分ここで何か形が変えることができるんだとは思うんですけれども、どうやって遊ぶんでしょうね。ちょっとこのプラスチックが、黒く滲んでるのはありますけど、ここに溝が入ってるんで、回転させることができそうな気がするんですけれど、どうするんでしょうね。こうかな。ここに線をどうも合わせるっぽいですね。これで回転させれば、何かできそうな、縦軸回転できないですね。これ何なんでしょうね。これをどうやって変形させていけばいいんだろう。ここをこうねじるしかないわけで、あとここになんか溝がやっぱし掘ってあるんで、この溝に合わせて回転できそうな気がするんですけど、どういう斜め回転。おそらくここの線が、見えますかね、ここに真ん中に線があるんですけれども、この線を使って回転させるんだと思ってたんですが、回転が、横軸回転しか今のところできないですね。この回転で何を遊べばいいんだ。ここで回転できると思ってたんですけど、正直言ってわからないですね。どうやればいいんだ？絶対これ交換できないと、パズルにならないですもんね、これだけだと。絶対この方向で回転できると思ってたんですけど、できないの？ちょっとこれ遊び方を調べないとダメですね。とりあえずこれと、で、実はですね、パイナップルパズルってなってるんですけども、これですね。
確かにパイナップルの形してるんですけども、これとこれ、見た目違うんですけど、どう見ても同じキューブなんですよね。わかります？ここのトゲトゲとか、あとここの部分がこれですね。こっちの方がなぜか値段高いんですけど、同じように、回転させて入れ替えていくタイプだと思ってるんですけど、これも、どうやったら回せるんだろう。これ単純にこうやったら外れちゃいますもんね。ここが開いて、これ開くところが見えますかね、ここ。やっぱ開きますよね。これ開いた間に、こう溝が入ってるっていうことは、ここを回転させなきゃ絶対ダメだと思ってるんですけど、なんか回りそうで、あ、回った回った。こんな感じで回りますね。はい。ということは、これも同じように、ここのやっぱし溝で回転できるっていうことですね。ここの溝を合わせて、こんな感じかな。回し方がえらいシビアな、キューブだな。キューブじゃないですけどね、もう、すでにキューブじゃないっていう、何なんでしょう。これは慣れるまで回転させらづらいな。よっ、なんか回りそうな気配がしました。はい。回りましたね、ほら。こんな感じで回転します。これ、遊びづらい。はい。これで、わかりますかね？すでに、こんな風になってますね。これで、あと、この斜めの方でも、多分、おそらく回るんでしょうね。これで、この状態から回転させてみましょうか。ここが邪魔だ。お、回りました。はい。こんな感じですね。で、この形には多分、するには、ちょっと一工夫が必要なんだとは思うんですけれども、まあ何度も言いますけど、これってあくまでもこれの形違い、色のパーツを分割してくっつけた形になると思うんですね。なんで、高い理由がわかりません、こちらが。しかも同じ色、こっちの方が色が少ない。まあ多分、メーカー都合なんでしょうけど、それにしてもこの回転が 嫌な回転ですね。まあ、ちょっとだけ、トライしてみましょう。これ元に戻すの。おそらくすぐには元に戻んないと思うんですけど、この線に合わせて、かな。ちょっと線を合わせるっていうこと自体が難しいな。この状態でも回んのかな。こうやったらここの斜めは回りそうだな。あ、回りそうだな。こうですね。はい。なんか面白い形になりましたけど。少なくとも一色だけ合わせたいということで、緑を、完全緑を合わせていきたいと思います。この青がここですから、
こうやってこうやってできる状態にして、はい、ここありました。あとここですね。ここはこれを入れなきゃいけないみたいなんで、これを入れるためにはこれをこうして、これを方向的にこうですね。で、なんかさっきずらしたのをそのままもう一回やってるような気がする。にしても本当渋いな、この回転が。はい。で、こう斜めに入れないとダメですね、こう。だとすると、あ、今度またここは。ちょっとこれ思ったより難しいキューブですよね。何が難しいかっていうと、トライを何回もするっていうのは、この柔らかい感じがあまり良くなくて、あまりやりたくないっていうのは正直なところです。はい、もうやりたくないです。はい、こちらも同じですね。これは飾りですね。まあすぐにはやらなくても、なんか超暇な時にいじる分にはいいかもしれないですね。これただおすすめしません。はっきり言ってぐにゃぐにゃです。きちっと固定できないんで、回転させるっていうのがすごく難しいです。はい、今日はパイナップルキューブとこのニムキューブのピラミンクスですね。何ピラミンクスなんでしょうね。の紹介でした。安くても買わない方がいいです。面白い形はしてるんですけど、うん、正直言ってまあ斜めに切り込みが入ったピラミンクスだとは思うんですが、やってて楽しくないです。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、続々とキューブを購入しましたんで、紹介記事を、紹介記事というか、紹介動画ですね、を上げたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。